ちゃ。こんにちは。はい、豊さん。はい。はい、また3連戦が終わりまして、ね、結果が出ましたけど、はい、良かったですね。ほら、これ4つ当たってる。すごいです。で、DeNA ロッテ戦は3戦目の9回まで3対3だったからね。本当は1勝1敗1分けの予想だったんだけど、なんかもうすごい当たってるという。試合の経過見ながら。そわそわしてましたけど、まあね、でもまあ DeNA 勝ってよかったですね。そうまあ中日オリックスからまあちょっと説明していくけど、はい、まあ中日は打て出したんだよね。でホームランも出だしたし、うん、はい、まああの福田、ビシエド、高橋周平とかさ、はい、まあ堂上とかすごく打ち出したんだけど、まあオリックスの打線にやられたというね、うん、肝心なところで打てない。まあ大野が負けたりだとか、うん、まあすごく山本との投げ合いでね、すごく接戦はしたんだけど、まあもったいないゲームを落としたなっていうようなことも言えるし、うん、はい、まあオリックスの方は投手陣が素晴らしく安定してるね、うんうん、見ていて安定感があるというか、うん、まあ大体接戦になるだろうなっていう戦いはするよ、オリックスは今ね、はい、うん。で阪神、ソフトバンク、はい、これ言ったことは、まずソフトバンクはあの負け越して入ってんだよね、ここに DeNA に負け越したのかな。でそういうなんかこう打線がつながらない状態が悪いよって言った時に、次のカードにものすごいあの力を発揮するよ、うん、なぜかというとやっぱ経験値だよ。で勝負どころ、それをよく知ってんのと、はい、甲斐の活躍がすごかった。今回は特に目立っていますね。甲斐が目立ったね、はい、盗塁はさすしホームラン2本打つしって、はい、その中でお母さんからのメールがあったという。朝にね LINE をもらって、その日2本ですか。そう、2本ホームラン打って、はい、頑張りなさいよって言って、はい、言われて、ホームランでも打ってきなさいみたいな、そうだ、ね、具体的な内容だったみたいですね。そう、はい、まあそれで打てたという、はい、もう毎日甲斐はお母さんとメールのやり取りをするという、はい、ね、これからはね、まあ、ソフトバンクが2勝1敗、はい、まあ、阪神の方はやっぱ細かなミスが目立ってきてる。だからそこら辺がね、今後先ちょっと気になることと、もうオセロゲームだったんだよね。勝って負けて勝って負けて、はい、でここで連敗したということで、はい、このオセロゲームに終止符を打ったと、はい、でも佐藤がホームランを打った3戦目にね、うん、15号かな、はい、まあ大敗してたんだけどもさ、やっぱりお客さんは佐藤のホームランを見に来てるし、うん、まあ、最後まで諦めないで佐藤がホームラン打ったというところがさ、はい、なんかこう価値があるし、やっぱそういうスター選手っていうのは最後まで抜かないというかね、うん、まあ、そういう戦いをしてくれたなって言って、はい、すごく佐藤のホームランを評価したいと思います、はい、でヤクルト西武、接戦だったんだよね。そうですね、どれもね、西武も非常にいい戦い方はするんだけども、やっぱ最後の最後に投手陣が踏ん張りきれないという。でヤクルトも3連勝できたんだけどもさ、やっぱ抑えの部分だよね、うん、マクガフ、石山がダメで、まあ、外国人に託してるんだけど、まあ、外国人がやられたと、はい、その中でもそのおかわり君、はい、山川、そういう人たちがホームランを打つというね、うん、で若手も成長してきてるね、アイトとか岸、はい、ね、岸のファンらしいけど、はい、大好きです。あの、ね、高校時代からとても注目をしていて、ね、で甲子園の申し子と言われてね、そうですね、いろんな挫折を繰り返しながら、まあ、今一番打ってるけど、はい、ここにたどり着いたというね。ホームランをまた打ちましたね。打ったよね、2号打ったよね、はい、だから、まあ、ヤクルトとすれば3連勝できたんだけどもったいない。まあ、西武の方は高橋光成がここのとこやっぱ悪いね。やっぱ高橋光成がやっぱこういう危機の状況の時に怪我人が多いとかね、そういう時にやっぱりもっと好投してほしい、はい、でヤクルトの方は石川、うん、なんといっても大卒で20年、はい、連続での勝ち星、はい、これはすごい見事だったね、うん、まあ、大量点を取ってくれたっていう打線にも感謝だろうけども、はい、やっぱここまで投げれてるということと、やっぱこうこの投手は体小さいんだけどずっとローテーション守ってきてんだよね、うん、まあ、今年はローテーションというよりも、はい、こう合間合間で投げていく形だろうと思うけど、はい、でもやっぱりね、石川の良さってバッターから逃げないことだよ、うん、体小さいんだけどさ、本当に気がしっかりしてるというか、そういう投手でもう大好きなピッチャーなんだよ、はい、だから今年も勝ってすごく俺も嬉しかった、はい、ね、で2勝1敗で広島楽天、はい、これ3勝と予想してて3勝だったんだよ、はい、まあ、楽天の方はやっぱ石井監督の特徴がすごく出たこの3連戦だったと思うし、うん、はい、
岡島、島内、茂木、はい、こういった左トリオ、ここら辺がね、浅村の下にずらっと並んでる、ここそこが機能するとすごい強さを発揮するね、楽天は。で、広島は戻ってきてるけども小園とかね、菊池とか、はい、まあ活躍はしたけどもやっぱ勝利には至らないという、うん、やっぱ森下とマー君が投げ、あ、マー君だったかな、投げ合ったんだけど、まあ森下も勝ちがつかない、うん、マー君も勝ちがつかない、はい、だけどこの2人にはやっぱ勝ちはついてほしいよね。それと、早川、両リーグ通じて最速の7勝という、素晴らしいですよね、ルーキーが7勝2敗、はい、貯金を5つも作ってるという、はい、で3連勝で当たると嬉しそうです。で DeNA、はい、ロッテ、はい、で DeNA は1,2 番が機能した、うん、桑原が頑張った、はい、伊藤がよくつないだ、はい、返した、はい、そういうことだったんだけども、桑原と伊藤だけ交流戦3割打ってないんだよね。うん、あとの3番から8番まで、大和まで全員3割打ってるんだよ。まあその中でも8番バッターの大和、今日もサヨナラヒット打ったけど、得点源打率が4割超えてるという、うん、レギュラーシーズンは2割3分ぐらいだよ今。交流戦で、うん、見違える強さを発揮しています。まあ見違える、あ、DeNA の方、はい、DeNA です、まあ、チームもそうだけどさ、はい、大和も変わったし、やっぱチーム全体がやっぱこうつながる打線になってきてる、うん、で両外国人はホームランを打つ、非常にいい状態になってきてる。でロッテの方は荻野とマーティンの 1,2 番だったんだけどさ、はい、やっぱここら辺でマーティンを4番にして1,2 番を解体したんだよね、うん、で相手からするとやっぱ荻野とマーティンがつながる、ここがここでチャンスを作られるともうどうしようもなかったんだけどさ、うん、そこを解体してしまったというところがなんか少し不安な点だけど、やっぱ点の取り方はうまいし、やっぱしつこいよね野球が、うん、だからもう大量リード DeNA が取っても最後まで諦めないで追い上げていくというね、はい、そういう力はもう備わってきてるなというようなことで、はい、まあ、DeNA の2勝1敗だったけども、はい、で巨人と日本ハム、はい、で日本ハムの2勝1敗、はい、まあ、伊藤がよく頑張った、伊藤が頑張ったのと中田翔、うん、野村っていう野手陣も帰ってきたし、はい、だんだんメンバーが揃いつつあるよね、うん、日本ハムの方は、はい、あとは投手力だけだと思うんだけども、はい、まあ、日本ハムの方は打つ方ではワンボーロン、はい、がすごく活躍して、うん、はい、でこのヒーローインタビューがさ感動したのが、はい、まあいろいろ質問するよね、まあ、あのホームランはどうだったのかとか、うん、どういう気持ちで打席に立ったのかとかさ、そういうことを言うんだけど、で最後にファンの皆さんへのメッセージはって言った時に、この場を借りて台湾に無償で、ワクチンを提供してくれた日本の皆さんに感謝したいということを言ったんだよね、うん、はい、いや立派だなと思ってさ、はい、ワンボロンってさなんか人となりがあんまり出てこなかったんだよね、うん、でもこのヒーローインタビューですごくいいやつだなっていうのが分かって、はい、なんか良かった、うん、で世界のことも言ってたね、早くこういうコロナのね収束を願ってると、はい、本当に日本の皆さん、私はあの日本、あ、台湾を代表して感謝申し上げますって言った言葉にはさ、はい、すごく感動した、うん、ね、そうですね、うん、で巨人、はい、丸がそうですね2軍に、うん、初めてですよね、初めてだよね、はい、まあ落ちて、まあ落ちて、まあ調整というか、うん、でもその2軍には坂本勇人がいて、うん、坂本がなんかもうティーバッティングも始めたりだとか、うん、まあ、指導を始めてるから、まあ一緒のタイミングぐらいで丸と坂本が上がってくるのかなっていうような気もするし、うん、はい、で上がってきたのは菅野、はい、まあ、勝てはしなかったけども、まあ心強いピッチャーが上がってきたという、はい、まあいずれにしても抑えが決まらないと、はい、ちょっと巨人は苦しむかなということで、この日本ハムのこの2勝1敗が逆になっとかなきゃいけないよね、はい、うん、だからまあここら辺がちょっと計算が狂ったとこかなって、巨人のね、まあ、豊さんの予想もそういうふうに巨人が2勝するかなっていうところだったんですが、やっぱそれは投手陣っていうところが大きいですか。まあ投手陣だな、投手陣がやっぱもう少ししっかりしないとダメだね、うんうん、は
だからまあ結果はこういうことになったけども、はい、まあ先ほど話をした楽天の攻め、はい、はい、今日のじゃあ豊さんが注目してピックアップする、そう、はい、ことですね。まあこれ答え合わせね、よく皆さん、そうですよ、ね、豊さんの予想は、うん、前回は、うん、裏を予想したのかなっていうぐらい引っかかってたね、真逆に近かったんですけど、今回はほぼ正解でしたね。そうでしょ、まああれですか、予想も交流戦の戦いを見てより深くチームを分析できるようになってから、まあまあまあ、それもあるよね、それもある、はい、うん、まあでも今回はね、なかなかよかった、正解率が高く、そうでしょ、参考になったでしょはい、で楽天のこれは2戦目の出来事ですよね。出来事だね、はい、まあ、こうやってダイヤモンドがあって、まあ皆さんも多分知ってると思うけど、はい、その向かって左下の部分がホームベースですね、うん、どこ行った椅子のところじゃないですか、これノーアウト満塁、はい、赤はランナーですね、赤はランナーで、今豊さんが記入しているところがホームベース、うん、バッターボックス、ね、バッターボックスですね。ノーアウト満塁で、はい、石井監督が何を出したかって言ったら、はい、大谷スクイズ出すんだよね、うん、スクイズを敢行するね、これノーアウト満塁ってさ、はい、スクイズってなかなか出しにくいんだよ、うん、これなんでかっていうと、例えばピッチャー前にボールが転がった時ホームゲッツーが考えられるんだよね。そうですね、フォースプレーだから、はい、これはねピッチャーの監督で度胸がないと出せないよ。でそれ出す方も勇気がいるよ、スクイズって、はい、だけど出されたバッターってものすごいプレッシャーかかるからね。これなんでかって言ったら、まあ、さっきも言ったようにホームゲッツーがあるから、だからどっちかに転がさなきゃいけないんだよね、うん、でもうまかったね、はい、こっち側に転がしたもんね、うん、ねえピッチャー前を避けたというね、これだとグラブトスができないのよ。はい、そうですね、向いてる方向が、うん、そうそう向いてる方向が違うからね、はい、だからそれはうまかったと思う。で立て続けにスクイズをまた敢行した、2連続ですよね、2連続でやったのは、はい、あの野村監督以来、野村監督が2度スクイズやったんだよね、同じ回に。今回と同じようなケースってことですか、うん、アウトカウントも同じ、アウトカウントも一緒、はい、状況は違うよ。その時は野村監督が2、3塁でやった、うん、2、3塁でスクイズ、これがこう帰ってきて、うん、ここにで、ワンアウトさ、またスクイズ、だから満塁でかけたっていうのがすごく勇気がいるし、まあ石井監督ってやっぱ度胸がいるし、動かすのが好きな監督だね。で早い回にもスクイズを何回も敢行してるし、だからスクイズ好きなんだよ石井はスクイズが好き、だから動かすことが好きなんだろうね。確かに好きなんだろうなと思ったのが、うん、スクイズが決まって多分2回目だったと思うんですけど、うん、その時監督、石井監督がカメラで抜かれると、もうすごい満面の笑み、マスクしてても満面の笑みが分かるぐらい、ね、なんかその喜び方がちょっともうキャッ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 した感じの、やってやったみたいな、そう、いや、やっぱ嬉しいと思うよ、監督としたら、ね、しかもやっぱ2つ連続で成功してる、うん、ということが、ね、やっぱ作戦が的中したということじゃん、はい、だからその固定観念で考えると満塁のスクイズっていうのはありえないんだけど、固定観念で考えるとね、はい、でもやっぱ固定観念に縛られない石井監督の度胸と、やっぱこう野村監督の下でやってる教えだと思うよね。だからこれがやっぱこう生きてるということ、はい、だからまあ、固定観念に縛られるとさ、はい、何もできないんだけど、うん、だけどこういうことをやる監督っていうのは出てきたなと思って、はい、あんまり動かない監督が多い中、石井監督っていうのも積極的に動かすし失敗を恐れないから、はい、すごく見ていてスッキリするところもあるんだよね。そういうサインを出されるっていうことは、うん、打者も想定内なんでしょうか。打者は緊張するよ、まあ、でもそれは可能性は、うん、あるかなっていうふうには、やっぱその監督の下でやってるとあって実際に出るとやっぱり、うん、本当にっていう感じですか、うん、でもね、今言ったようにね、はい、心の準備っていうのがすごく大切で、うん、はい、でこうチームで動いてるとやっぱり石井監督
あのみんなもスクイズが好きだっていうのが分かってると思うんだよ、うん、選手も。だから出されたらああやっぱ出たかっていうようなね、そんな感じも受けると思うんだよね、はい、まあこれからはやっぱ出すタイミングだとかそういうのを考えないと相手も警戒してくるけどね、うん、だけどまあ見事な作戦で、はい、まあ、3連勝に導いたという、はい、ね、敵あの相手チームからするとノーアウト満塁はあんまり頭に入れてない、はい、スクイズはね。でさらに言いますと2回連続スクイズが来るなんていうことは想定しないですか？あんまり想像はしてないけど、やっぱこの野村監督の下で石井がやってるということを考えると、まあこれはセリーグ時代だからやってるとちょっと予想はついたかもね、うん、でもまあ見事でした、はい、ね、まあこれがあっての3連勝ということでね、はい、はい、でさて来週次のカードの予想をします。はい、はい、出ましたよ皆さん。はい、次はパリーグ本拠地の DH 戦を用いた試合が行われるということで、はい、まず見ていきたいのが西武と DeNA、はい、これはね壮絶な打ち合いになると思う。うん、これなぜかというと西武の打線もいいし、そうです、ね、DeNA は当たってる、うん、で両チームともちょっと投手力が落ちるんだよね。だからそういう意味では打ち合いになる。だけどまあその中でもちょっとモチベーションの高い DeNA が2勝1敗という予想。はい、交流戦は調子がとてもいいのでね、はい、はい、でロッテヤクルト、まあ、ヤクルトも調子いいよ、はい、調子いいけどロッテに予想。これはなぜかというとやっぱ千葉マリン、はい、千葉マリンっていうのはやっぱ慣れてないとセリーグのチームは大変だわ、風で風、うん、で球場内風が吹くし、はい、やっぱこのやりにくさっていうのをすごく感じるだろうと思うし、うん、で打席に入ってもあの風って慣れないとなかなかこう打てたりとかしないんだよね。ピッチャーが投げる分には特には影響あるありますか？やっぱ向かい風になるから変化球が切れすぎてコントロールがつかないとかさ、まあそういうことがあってやっぱ地元のリーダーロッテかなという。うん、で日本ハム対阪神、うん、これはで日本ハムの状態は上がってきてるということと、はい、阪神は少し勢いをなくしてるということで1勝1敗1分、はい、ね、はい、ここはちょっと思い切りましたけど思い切ったんですか？思い切った、どっち、どっちか分かんなかったじゃなくてまあまあそのぐらい悩むというね、うんうん、だからちょっと勝敗つけられずということでね、はい、ということはちょっと、パリーグの本拠地でやるところでドローという感じ、うん、札幌ドームでやるでしょ、はい、で札幌ドームっていうのはさ本当にね一番広い、まあ、バンテリンドームと同じような、はい、そんな感じなんだけど、まあ、阪神ホームランで勝ってきてるんだけどね、はい、なかなかやっぱあそこでホームランっていうのはなかなか厳しいかもわかんないよね。なるほど、うん、だからまあでも足は使えるから、はい、チャンスはあるにしても、うん、やっぱ状態的にはあんまり良くないし、うん、ミスが目立ってるからまあちょっとこういう勝敗にしてます、はい、で楽天中日、はい、ね、やっぱ楽天のピッチャーいいしで、まあ、中日も良かったんだけどちょっと足踏みをしたよね、はい、オリックスに対して、うん、これ前回の予想も、うん、首位の中日が負け越すで当たったでしょ、はい、今回も楽天が勝つ、うん、楽天の状態がやっぱり広島3連勝で、はい、やっぱ状態も良くなってきてるし、はい、やっぱ当たってきてるよ。で2勝1敗、はいはい、でオリックス巨人、やっぱ巨人の投手陣だったら、うん、オリックスの打者陣が、うん、打ち込むんじゃないかっていうようなそんな気もするし、やっぱオリックスのピッチャーってやっぱいいよ。はい、うん、ね、豊さんはそうね、オリックスのピッチャーもうとにかくいい、とても評価高いです。でミスが出なかったらやっぱオリックスが勝つかなって、今の状況だったらね、今の巨人の状況だったら、はい、ということで2勝1敗、はい、でソフトバンク広島、はい、広島も一矢報いたいんだけどね。でもソフトバンクの状態がいいし地元に帰るし、はいはい、まあ、そういう意味では、まあ、ソフトバンクが順当にいけば DH も使えるようになるしね。うん、そうなってくると打線の厚みも増してくるし、そういう意味ではやっぱソフトバンクが勝つかなという、まあ、赤いチームが勝ち越しということでね、まあ、こういうふうに、まあ、DS 制パ・リーグの球場を使うんで、はい、まあ、DeNA だけかなちょっと有利な予想はね、うん、あとは今回はもうほぼパ・リーグが勝ち越すかなっていうところですかね。でこのまま
やっぱセリーグにやられるわけにはいかないっていうパリーグもやっぱり意地あるだろうしね。はい、もう本当今交流戦になってから始まる前の予想とだいぶ様子が違いますよね、うん、そうだね、はい、だから俺はロッテ優勝にしてるからここら辺が頑張ってくれないとちょっと困るんだよね、はい、今楽天は3位まで浮上してますが、ロッテは7位で、うん、そうだね。ソフトバンクは今10位ですね。あ、ソフトバンクはちょっと今年無理だな、もうな。だからまあオリックスあたりもオリックスもいいでしょ、勢いよく勢いいいでしょ、ね、うん、だからオリックスも俺4位ぐらいに予想してるから、はい、まあ阪神も頑張らなきゃいけないけど、はい、ちょっと交流戦に入ってちょっと勢いが止まってるっていう ね、まあ、豊さんの予想だとこう順位が結構変動しそうな感じですね。そう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 、パ・リーグがちょっとグッときそうな感じの、うん、今度火曜日からか、はい、まあ楽しみにしておいてください。はい、ね、ありがとうございました。はい。